っといつの間に逆転されてて、ちょっとお風呂上がりました。夏ですね。7月について、7月が始まりましたけれども、7月の目標をね立てようと思います。要はこうちっちゃいね目標とかね、こう先にこう決めていくと、すごい流れ星、あ、七夕もうすぐですよね。7月ですけれども、もう7月ですよ、早いですね。7月の目標です。まずこれじゃない、この明かりいつもと違う。おお、はい、なんか目標を決めたいと思うんですけど、まず一つ目に目標があります。あ、フォロワー3万人、あ、でもいいかも。一つ目の目標は健康に過ごすことです。これは体調管理ですね。体調、これは外見面で目標です。いや、目標でございます。これは目標、体調を崩さないこと。7月の目標丸一は体調を崩さないことです。はい、そう、体調崩したらまあ何もできなくなっちゃうし、そう、他の目標にもね支障が出るかもしれないので、体調を崩さないことをまず第一に考えます。そして続いてです。続いては目標は勉強面でもありますね。それは何かな、抽象的な。7月の目標はこちらです。ちょっとこれ勇気がいるんですよね。雑誌に載ることです。はい、ボムとかなんかいろんななんかグラビア撮影をさせていただいたんですけど、今までしていただいたんですけど、7月は
になんかこう夏だし、でもなんかこう CD とかなんか出してなくて、こうその CD とかのなんかこうのタイミングでそうなんかこれを目標に頑張りたいと思います。まあ、そのためにあの、まあ、体型管理はい、雑誌漢字で書けて偉いねありがとう。体調やら体型やらそう大変なんですけど、まあこれを7月は目標に頑張ります。そうあんまりこうあの STU がこうのなんかのタイミングとかで STU のなんかこうあのこうなんていうんですかねプロうんなんていうんだろうプロモーションパ活動プロモーション活動とかそういう活動の中でこうあの発売します見てくださいってあるけどなんかこうないので頑張りたいと、それに向けてなんかいろんなところで発信したりっていうのをね頑張りたいと思います。七並べ。頑張ります。ココちゃん飲めるで。はい、それを目標に本日の急に配信してなんやねんと思ったら7月の目標提示でした。これに向けて頑張っていきたいと思います。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい。コガのエラ気づいて。そう。すごい。頑張ります。じゃあ作戦を立てたいと思います。この目標をかなえるためにまずな何ができますか。あ、まずツイッターで発信します。そう、この目標に向けて Twitter で雑誌になりたいですってえ、なんてTwitterにしたらいいんですかね。作戦大事なんです。
もうストレートに、ドストレートに、なんかそう七並べのイベントとかなんかこう参加したくて、でもなんかこうあんまり自分がこうゲームにこう割ける時間がこうなんかあんまりなくて、だからこうファンの皆さんばっかり頑張ってもらって、なんか申し訳ないっていうか、なんかちょっと、勉強、そうなんですよね、勉強もあるので、おでこ叩きたいなんで、そうなんですよ、だからちょっと待って、この、目標の雑誌の、まずちゃんと、雑誌の掲載履歴ある、出版社さんのツイッターはフォローしました。はい、ちゃんとツイッターのアカウントは雑誌の出版社のツイッターのね、あれちゃんとフォローしました。まず、これで一歩進んだということで、次はインスタグラムね、やってないんですよね。今までに載った雑誌を持って載せて、ありがとうございますって急だけどありがとうございますってツイッターに発信する。急にこもって、この雑誌に載せてくれてありがとうございますって急にこう急に発信する、おかしい。違和感しかないです。確かに露骨すぎるよね。確かにでも違和感しかないですけど、でもなんか話題作りだと思うんですよ。今まで載せてもらったうん、今まで載せてもらったあの雑誌のオフショットを載せて、この撮影楽しかったなってどうですか？あ、あり？あざとい、あざとい。急、でもなんか急なんです、あからさまですよねいやでも目標に向けて何も行動を起こさないよりはそうやっていろんなことを試してみましょう。じゃあちょっとやってみますね。
じゃ早速今からやりますか。そうですよね。今からやってみますか。もう。でもなんかいっか、売り込みです。皆さんと一緒に作戦会議ですから。じゃツイッターってやっぱりあれですよね、なんかこう発信力ありますから。はい、じゃあ、ハッシュタグ雑誌名つけますね。じゃあ今からツイートしてみますか。それでは作戦を実行します。いや待って、違う違う、まず目標を掲載するんよ。目標を提示せんといけんのよ。7月の雑誌に載りたいですってまず発表したらいいかな。決意表明ツイートしますね。いいですか。ハッシュタグ雑誌に載りたいつぶやきみたいになった。そうですよね、なんかこう届くように。ちょっと待ってください。ちょっとそうツイッターに、ツイッターで雑誌に載りたいですで発信したらいいですかね。雑誌のグラビア撮影したいです。よし、ではちょっと今から発信します。緊張しますね。グラビアの、いや雑誌に、はい、ツイートしました。はい、これでまず前進しました。これでなんか変わりますかね。でもなんかもしこれでなんかなんか達成したらすごいですよね。で続いて何がありますかね。やばい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 、待って待って、これがもう目標なんですよ。これに向けて一歩ずつ進んでいくんですけど、リツイートしてくれありがとうございます。七夕のお願い事みたい。確かに、はい。そして次にツイートすることです。で次に今はまず目標提示をしたので、続いて昔の雑誌のオフショットを載せて、この雑誌、昔の雑誌のあれを載せて、楽しかったなーって、
あの昔の写真オフショット載せて、このさこの雑誌の撮影楽しかったなーって。載せますか？え、スチャレかもね。あのあれなんですよ、ド直球。この活動のハッシュタグ、ファッショングラ、あのファッションより、あのファッションはなんか私あんまり身長が足りないですか。あのボムとか、あの CM ナウさんとか、あとうーん、今まで撮影してもらったの何があるじゃろ、あそこが、まあ、遠すぎて見えんけど、でもいっぱいってか、いっぱいってか、いろんなアップトゥーボーイさんも初めてのグラビア撮影がアップトゥーボーイさん、あゆみとみゆみと載せてもらったやつかな。そう、月刊エンタメさんとか、頑張ります。お腹鳴った。コカオ、ハッシュタグコカオファッション雑誌、え、何がいいんだろう。週刊プレイボーイ、あ、プレイボーイさんも、私がカープのなんか毎年なんかアイドルのなんか12球団のなんか12球団の好きなアイドルってなんかあのあったんですけどね。やってもらったんですよ。いや、これで頑張ってみんなでこう、いや本当になんか普通はなんかこうショールームイベントとかでなんか、あ、ラルムさんもうみんながもう出演権を一緒にゲットしてくれましたよね。それも載せてもらったことあるし、そう嬉しかった。そう、なんかそういうなんかショールームイベントでなんかみんなでなんかこういろんな、まあタワー建てたりとかなんかいろんなことがあったけど、なんかそう全く何にも決まってなくて、自分かは全身も出した方がいい。あ、わかりました。それで雑誌に5歳のちんぷんかんぷんの女の子がツイッターとかでなんか急にいっぱい変なこと急にいっぱい発信し始めて、なんじゃこりゃって思うかもしれないんですけど、頑張りましょう。メールも、ツイッターもいろんな SNS でこう皆さんとの交流がありますけれども、はい、いつもありがとうございます。はい、メールを初めに取ってくれたって方や、あの海子からのメールが気になるって方は、あの7月月始めですから、こうメールが気になる方はぜひお願いします。目標のメールの目標は
7月が31日あるとして、月終わりには100-150通ぐらい送れるように、だから1日5通ぐらいのペースになるんかな。はい、月終わりに150通ぐらいに送れたらいいなと思います。メール、あ、はい、メールぜひ待ってください。ではそんな感じで解雇カーのショールームでした。見てくれてありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。はい、それではいつもありがとうございます。頑張りましょう。この後配信、この後発信しますね。